コロンビア内戦は、コロンビアで発生している内戦である。50年以上にわたる内戦の結果、暴力と麻薬栽培、取引が横行し、約22万人が死亡、4万5千人が行方不明となり、約740万人が難民となった。キューバ革命以降、ラテンアメリカにて、左翼運動が活発化する中、コロンビアでは1966年に誕生した。 コロンビア革命軍をはじめとした複数の左翼ゲリラ組織が誕生し、大地主や資本家による抑圧的な政治を打倒しようと戦闘行為やテロ活動を行ってきた。一方、左翼ゲリラ勢力は政府軍だけでなく、コロンビア自衛軍連合といった右翼的な民兵組織とも対立するようになった。コロンビアでの紛争では右翼、 左翼を問わず麻薬が資金源として使われていた。ファークは1980年代より麻薬の売買によって資金を得ており、また AUC など右翼民兵組織の原型と言われる誘拐者西尾というグループは麻薬組織メデジンカルテルをスポンサーに持っており、左翼ゲリラ相当という名目のもと、イギリスやオーストラリア、イスラエル出身の傭兵に構成員を訓練させていた。 2010年代よりコロンビア政府とファークは和平交渉を進めていき、2016年8月24日に和平への最終合意に至ったものの、同年10月2日、ファークと政府が結んだ和平合意を認めるかを問う国民投票を行い、反対が50.2%で否決されたものの、政府とファークが和平の内容を一部修正し、 国民投票ではなく議会での採決を取ることとなり、最終的に和平協定が11月30日、コロンビア議会の会員で承認された。2017年6月27日、武器の引き渡し終了を祝うセレモニーが、メタケンメセタスで行われ、ファークの武装解除が完了。9月1日、合法政党、人民革命大体勢力設立。しかし、 ファーク以外の他の左翼ゲリラは活動を続けている状態である。コロンビア政府とエルンはエクアドルで和平交渉し、10月1日から停戦に合意したが、ファーク分離派と戦闘を続け死者も出ている。一方、右翼武装勢力も2005年より武装解除が決定し、AUC は事実上解散状態になっているものの、その後継としてブラックイーグル団、 ロス・ラストロジョス、ロス・ウラベノスといった、ベックリムという違法武装集団が登場しており、麻薬犯罪や企業恐喝を行っている。ありがとうございます。